はいどうも、モルさんです。今回は僕ぐらいのショートマッシュ、まあ、夏結構ね短くして、例えばアップバングで前髪をちょっと短く切ったとか、あと涼しくするためにこう襟足結構買っちゃったりとかね、こう短くしてた人がこう冬に向けてだんだんと重さを伸ばしている途中の人、結構伸ばしている途中ってやっぱね中途半端な長さな感じになっちゃってると思うんですけど、この短い髪の毛をちょっと長く見せたりだとか、まあ、あとはねこう短いとやっぱりバリエーションがねなかなか少なくなってくると思うので、まあ、そんな時にちょっとイメージ変というかいつもと違った髪型をやってみたいという人に向けて今回はやっていきたいと思います。まずはねドライヤーで髪の毛を上げていくんですけど、だいたいこの眉頭とか、まあ、こう目頭ぐらいでかき上げるようなイメージですね。ちょっと早速やっていきます。はい、こんな感じでドライヤーでまずは分けてください。意外とこう眉頭とか、まあ、目頭ぐらいで分けると真ん中より、まあ、センターよりも少しこっちって感じですね。黒目の上で分けると 7-3 ぐらいになるんですけど、目頭眉頭ぐらいで分けると、まあ、大体 6-4 ぐらいの感じの分け目になります。そしたらここからアイロン作業に移っていきたいと思います。アイロン作業なんですけど、昔上げたこう波打ちセンターパート、あれと基本的には作業はそんなに変わらないです。あれよりも少し普通の C カールで羽をちょっと入れたり、顔周りに内巻きが来るように操作するっていう感じですね。全部を波打ちするじゃなくて、ところどころポイントを入れていくっていう感じですね。だから基本的には波打ちになります。まあ、襟足は全部跳ねてもいいし、こうやって内と外を交互に入れていってもいいと思います。まあ、僕は一応内と外交互に、まあ、結構短いので、まあ、ぶっちゃけ全部外にしても内外にしても正面から見た時はほぼ見えないっていうね。まあお好みでやってください。襟足の方が両方できたら、今度上ですね、まあ、耳上少し羽は入れましょう。でその後はもう上からこうちょっとずつつまんで波打ちにしていきます。で今回はこうやって幅広くつかんで波打ちをやるのではなく、こう一束一束つまんで波打ちにしていきます。ではこう決まりとかはないので、自分がこれぐらいでいいかなってい こう波打ちで作っていってください。はい、そしてまあ大体こうやって適当に、まあ、波打ち何個か入れてあげたら、まあ、要所要所、これも決まりがあるわけではないです。少しこう外羽をポイントで入れてあげてください。毛先の方だけピョンと外羽をこうやってランダムにいくつか入れてあげて、正面から見たらこの無造作に外羽が出てるこの感じ、まあ、これも好きな数だけ入れていただくような感じです。まあ、こういう髪型結構こう自由度が高いというか、決まった形がそんなにないので、全体のフォルムだけしっかり整えてあれば、まあ、あとはもうその人の好みになるので、丸い感じが好きなのか、こう羽がちょっと多めに出てる方が好きなのかっていうのを合わせてやっていってください。はい、次に前髪ですね。この前髪のところはしっかりと根元の方から内巻きをこう横に、縦の差で横に向かう感じですね。でこの時しっかりと大きく円を描いてください。大きく円を描いた次のところは、後ろに流すようにリバース、そしてこのリバースとつながるようにその下の毛をリバースして、このもみあげの毛もリバースして全部つなげます。そうすると髪の毛がこういうカールと、その次こういうカールと、さらにもみあげのこういうカール全部こうつながって見えるので、ちょっと髪が長く見えます。今波打ちをランダムにこの辺も入れてたと思うんですけど、まあ実際波打ちこう内入って外入って、その下のカールがまた内入って外入ってってなるので、こうちょっとつながって見えるんですね、カール一個一個が。まあ一個ずつこうやって丁寧に内巻き入れて、まあ、その下外入れてみたいな、綺麗に一個ずつつなげば、まあ、さらに
よくは見えるんですけど、まあ、めんどくさかったりとか手っ取り早くやりたい時はさっきみたいに波打ちをランダムに入れてあげることでちょっとカールがつながって長く見えるっていうね。はい、で次前髪最後ね、ここポイントですね。先ほどここ大きく内を入れて下外に入れたと思うんですけど、この内と外のこの溝を埋めるためにその後ろの毛2線目の毛を内巻きで入れます。で内巻きの方向はこうちょっと鼻に向かってくるように入れてあげて、ちょっと穴をね少しずつこうやって埋めていってあげる感じですね。でこの後ろにもさらにこうちょっと羽を入れてあげることで穴を埋めつつカール同士がこうつながって見えるっていうね、まあ、これが髪の毛短いの長く見せるコツです。はい、では同じ作業を反対側もやっていきます。これちょっと早送りでやります。はい、では反対側も終わったので、あとはこの分け目の部分ですね。この分け目の部分今ペチャーってしちゃってるので、ここしっかり根元から大きくまた円を描くように、右側は左に向かって大きく描くようにやってあげて、根元のこう立ち上がりをしっかりつけていきます。はい、こんな感じでアイロン作業のフロントは完了です。次バックですね。まあバックは結構シンプルなんですけど、まず鏡正面から見ていただいて、この襟足の部分ですね、ぐわっと上まで掴んでください。根元から指を入れたらそのまま指を挟み込みます。手のひらを開いたまま下から指を入れていってクッと指を挟む感じですね。はい、上まで来たら挟みます。毛先の方までずらします。そうするとこんな感じで根元が今浮いてる状態なので、このアイロンを少し入れてこの毛束少しずつこうやって羽を入れていく感じですね。で掴んでる毛全部ね羽を入れていくと、あっという間にバックサイド全部入れ終わります。はい、入れる。で少しずつアイロンでこの掴んでるのをすくいながら羽を入れていくと、これでバックサイドは終わり。超簡単ですね。しかも後ろを確認しなくてもいいっていう、正面からバックサイドまではできちゃうんですね。反対側も同じように、襟足からすくって上まで来た指を閉じる、毛を挟んだら少し毛先まで引いて、この掴んでる毛をアイロンですくいながらちょっとずつ外羽を入れていきます。掴んでる毛束全部に外羽を入れ終わったら、でバックサイドは終わり。こんな感じでバックサイドしっかり正面から見て入ってれば OK です。このバックトップの方のちょっと長い毛に関してはまあこうやって波打ちを入れても OK です。襟足周りの短いとこはもう全部外張りでも大丈夫です。まあ無理に波打ちを全部作ろうとしなくても、短いところは外張りだけでつなげてもいいと思います。あとはこうつむじ周りバックのねボリュームを出していきます。つむじのペタってしてるところの毛をまた指で掴んで握ります。じゃあ毛先まで移動して前に持ってきます。前に持ってきたらアイロンを根元から挟んで、そのまま真上に向かって内巻きをします。後ろに向かって内巻きではなく上に向かって内巻きをします。バックの細かい作り方に関してはね、まあ、ここにも、ちょっと出てると思うんですけど、バックの綺麗な作り方という動画を以前上げていますので、そちらをぜひご覧になってください。ドライヤーの仕方からアイロンの仕方までしっかりと解説してますのでぜひ見てください。それでは次ワックスをつけていきます。さあ今回使っていくワックスはこちらです。オーシャントリコのエアー、まあ、程よくツヤが出てね、セット力も結構あると。で髪なじみがやっぱりいいんでね、で僕みたいにね結構こう乾燥してたりとか、まあ、ダメージしてる髪の毛でも、伸びがよくなじみがよくパサつきもこのツヤが消してくれると。エアーはねかなり万能なので重宝してますね。最近結構もうエアーしか使ってないですね。そしたらまあ後ろから、まあ、シャンプーをするみたいに振ってで全体になじまして、まあ、しっかり毛先の方も握ってなじましていきます。今度前の方も同じ要領でなじませます。今回は前髪もしっかりつけます全部。で
こういうダメージ毛とか乾燥毛に関しては塗布量が少ないとパサつきが出てきてしまったり、このワックスのつきムラがすごく出てしまうので結構しっかりめにつけてください、特に乾燥してたりくせ毛だったりブリーチしててこうダメージが出てる髪の毛っていうのはワックスをかなり吸いやすくなってますので、こう何回かに分けてしっかりとなじましていきます。全体になじましたらまたいつも通りしっかり持ってちょっとずつちょっとずつかき下ろしていきます。はい、全部書き下ろしてきたらコームの柄の部分を使って、後ろとかは見えないと思うので、つむじからしっかりと放射に書き下ろします。後ろはね、正直、細かく作るのは自分でやるときは結構難しいので、ほんと三面鏡とかないとできないので、セルフでやるときはこうやってつむじから放射に櫛で溶かすだけでいいと思います。この溶かすだけで毛流れも綺麗に整いつつ、束の太さとかもね結構均等になるので、これだけでも十分かなと思います。じゃあ肝心のこの顔周りですね、ここのね毛がこういう毛とこういう毛とこういう毛全部外に行ってるのがつながるように調整をして、ここのラインよりも1個上に作ったこの内巻きがこれが中に入ってくるようにこうしっかり入れてあげて、毛流れが全部こう作れるようにね調整をしていきます。あとはこの分け目のところもしっかりねボリュームを出していただいて、ここ一直線になってるのが気になるようでしたら、このコームの柄の部分を使って分け目をこうジグザグに取っていただけば、でパッて裂くとこんな感じで分け目がしっかりとねこうジグザグになります。でボリュームを分け目のところもしっかりこうやって出してあげて、あと全体のシルエットをね少し整えてあげれば完成です。はい、エアーを使っていることで、ちょっとツヤ感というかパサつきがかなり抑えられているっていうのと、少しこうウェットな質感を演出できるので、こういうちょっとかき上げ系の、スタイルだったら、エアーだったりとか、ナチュラルだったりとか、ちょっとツヤが出てまとまりのあるワックスを使ってあげるとより雰囲気を演出できるかなと思います。もちろんもっとハイダメージだったり、パーマをしてる人とかだったらシャインオーバーとかも全然いいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。普段髪の毛を下ろしてる人だったり、一回短くしてだんだんこう冬に向けて髪を伸ばす途中、これぐらいの短さの人でも、こういうかき上げ系の髪型できるので、本当はパーマを当てるのが一番楽なんですけど、ブリーチをしててちょっとダメージがねある人だったり、乾燥毛でちょっとパーマ当てるのが難しいなんていう人なんかは、今回みたいにしっかりとアイロンを使ってパーマチックな感じにできるので、ちょっとね難易度は高いとは思うんですけど、ぜひ挑戦してみてください。はい、というわけで2018年、僕も次25歳になるので、ちょっと大人っぽくなりたいなということで、セクシーなかき上げのヘアスタイルでした。もちろんこれより長くても全然できるんで、僕ぐらいの長さだったり僕より長い人、そしてちょっと大人っぽくなりたい、いつもと違う雰囲気になりたいなんて人はぜひ試してみてください。今回の動画がもし役に立ったよと思った方はグッドボタンと下のチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。